古事記によると、イザナギの御事が黄泉の国を脱出して禊をした時に生まれたのが天照大神、月黄泉の御事、スサノオの御事の三鬼神である。天照は高天原を、月黄泉は夜の国を、スサノオは海原を治めることになった。ところが左脳の御事は青山を枯らし、大地を揺り動かして高間ヶ原に登り、田畑を荒らし、家を壊して乱暴の限りを尽くした。ついには天照のいる畑屋の中に雨の淵駒の生皮を吐いて投げ込んでしまった。天照は天の岩宿に隠れてしまい、地上は暗黒に覆われ、夜ばかり続いてよろずの災いが起こった。高間ヶ原を追放されたスサノオの御事は根の国出雲へ天下りし、ヤマタのオロチを退治した。その時オロチの尾の中から一振りの剣が現れた。縄文が好きなようじゃねえ。え？いや、何、ここで何度か君を見かけたことがあるもんでね。東京からかね。ええ。わしは竹内といって自称歴史学者じゃよ。この土器を見てごらん。蛇の模様の取っ手がついとるじゃろう。この尖石遺跡を中心にした諏訪盆地は紀元前5、6千年頃の縄文時代からかなり大きな集落があったところでな。連中は蛇を神聖視しておったらしい。その子孫は体に鱗があったり、蛇の神紋を授かるなどという言い伝えもあるが。蛇の神紋？いや、どうもつまらん話をしてしまったようじゃの。じゃあな、たけし君。どうして名前を？お帰りなさい。遅かったのね。お腹空いた。そういえば今日諏訪で竹内っていう変なじいさんに会ったよ。え？ああ、すっげえ。
君、たけし君だね。はい。私は小泉といって、君のお父さんとは古い友達なんだがね。父は僕が小さい頃死にましたけど。そう、君のお父さんは殺されたんだよ。知ってたかね。お父さんは10年前立品の林の中で刺殺体で発見された。どうして今頃そんなことを。事件は迷宮入りだったがね、私も友人としてすっきりしなくてね。改めてその辺を探ってみようじゃないか。でも。そうそう、君のお父さんは諏訪で何か調査をしていたらしいね。お父さんの遺品がきっと手がかりになると思うんだ。この蛇の頭みたいな傷跡、あの時のものなんだろうか。どうだね、お父さんの遺品に何か手がかりはあったかね。それが遺品と言えるのはこの古い本一冊だけなんですけど。室井狂乱の信濃秘史、江戸時代の珍本だよ。これは甲賀三郎頼方の秘宝がこと。やはり思った通りだ。何が書いてあるんですか。室井狂乱の説明によると、新東州よりもっとずっと古い伝説があるそうだ。それによると、近江領主甲賀三郎が立品の地底で莫大な財宝を発見した。だが三郎は財宝を外に持ち出すことができずに地底で死んでしまい、蛇となって宝の番をしたそうだ。じゃあ父さんはその甲賀三郎の財宝を探していて。犯人は宝を横取りしようとしたんだな、きっと。この辺りがお父さんが殺されていた場所らしい。どうした。関場の顔が手も触れないのに割れたの。菊池一族の代々の当主が菊池彦である。菊池彦という呼称は古く、魏志倭人伝には3世紀の日本、おそらく九州に久那国の久古地彦として登場する。4世紀のこの地方には久那の後裔である熊祖が勢力を振るい、大和朝廷と対抗した。その熊祖の末裔菊池一族を名乗る者たちがここ熊本県の菊池家に集まっていた。当主菊池和彦が第73代目の菊池彦である。菊池彦、よくない兆しだぞ。これは違う、時が来たんだ。家伝によれば、雨の淵駒が引き裂かれる時、暗黒神左脳が地上に出現するとある。この辺のはずだが。何を迷っとる、そこでいいんじゃよ。じいさん、あんたか。この二人知り合い。信濃秘史は確かにあった。甲賀三郎の人穴はどこにあるんだ。そこの石仏を倒してみるがよい。
おい、手を貸せ。うまく隠したものじゃ。昔なら仏に手を出す者はおらんからな。中は案外広いぞ。ただの白骨じゃ噛みつきゃせんよ。これが甲賀三郎の人穴。そうじゃ。神道宗によると三郎は唯満国という大きな地底国にたどり着いたということじゃ。おそらくこの穴にはもっとずっと古くから人が住んでいたんだろう。ほれ、縄文時代の土器じゃ。だがこれだけの白骨に埋葬の跡がない。全員が何かの原因で同時に死んだとしか思えん。おいじいさん。ん？骨ばかりじゃないか。一体どこに財宝があるってんだ。こっちに来て見てみろ。他の骨よりずっと新しい甲賀三郎の慣れの果てじゃろう。これ牙の跡じゃない。あるいはな。奥があったのか。財宝だ。くそ、真っ暗だ。何かいる。じいさん、手に持ってるのは一体何なんだ。あそこで拾った土偶じゃよ。お前さんには興味なかろう。だが不気味な土偶じゃな。全身に八匹の蛇がいて、まるで黄泉の国のイザナミの姿のようじゃ。じいさん、近江を過ぎちまうぞ。いいんじゃ、このまままっすぐ山陰に入る。甲賀三郎は財宝を近江に持ち帰ったんじゃないのか。お前さんも執念深い男じゃの。よいか、この土偶の胸のところに文字が刻んであるんじゃ。こう書いてある。我が母の国、根の片す国に至るべし。じいさん、神代文字が読めるのか。まあな。根の片す国とは古代出雲を指す言葉なのじゃ。おお、気がついたか、たけし君。菊池彦様、関門トンネルを抜けました。うん、とにかく出雲へ急げ。たけしのやつもどうせ出雲を目指しているに違いない。それにしても冬はオリオンが綺麗だ。美しい。
出雲神話にこんな話がある。出雲が大和朝廷に征服された時、大国主と子竹見方の神は敵将竹見和と力比べをするのじゃ。竹見和は草をちぎるように竹見方の腕をちぎってしまう。竹見方は出雲から諏訪まで逃げて、ついに降伏し、その地に沈められる。その竹見方を祀ったのが諏訪大社。あの洞窟の怪物は腕がなかったじゃろ。じゃあ、あの怪物が竹見方の神だと。そうじゃ。なんだこりゃ。どうした、ブレーキが効かない。おあ、暗黒、暗黒の神。待っていたぞ。お前を待っていた。一体どうしたんです？交通事故さ。ひでえ勢いで大社の塀にぶつかったんだ。あ、じいさんの方は息があるぞ。ドライバーはひでえ、頭が半分吹っ飛んでるぜ。たけしは。大名打ち、僕は夢を見てるのか。夢ではない。恐れることもない。大名打ちはお前をここへ呼ぶための使者に過ぎ。誰？ここはどこ？お前は不思議に思っているが、だがお前がここへ来ることは決まっていたことなのだ。この壁面に書かれている通りにな。いつから決まっていたのかを考えても仕方がない。それは1600年前からでもあるし、お前の肩に最初の印がつけられた時からでもある。印って何のことだ？一体誰なんだ？唯一にして最高の真理、永遠の無にして永遠の力、全ての時間と空間を支配するブラフマンだ。大名打ちも、お前の目に見えているものも全て宇宙を動かす我が歯車のほんの一部にする。そしてお前こそ我が分身たるアートマンになりうるものなのだ。分身アートマン。これが契約の印だ。お前はアートマンとなるのだ。山中などの大きな岩石を時に岩倉と呼ぶ。岩倉とは神の座のことであり、このような巨石は神が天から降りてくる場所として信仰されたのである。これを巨石信仰という。
おや、岩倉の上に子供が。あ、君の知り合いかね。ええ、この子は私の連れです。連れ、怪我をしているようじゃが。そうです、それでちょっと休ませておいたのです。どうぞご心配なく。おい、車に乗せろ。はい。ん？おい、気をつけて運べよ。はい。随分と古い名のようじゃが。神は猛悪にして血を好み、羅号は災害を呼ぶ。この傷はもうほとんど治りかけてるね。傷跡が残るだろうけど、他は何ともないよ。じゃあ私はこれで。ああ、先生、ありがとう。ブラフマン。アートマン。たけしのやつ、これですでに成功が2つか。我々菊池一族の各家に伝わる家伝書によると、我々の中から後継者が現れ、古代縄文人の遺産を引き継ぐとされている。すなわち菊池家、大賀家、大隅家、尾形家、そして阿蘇家だ。我々菊池一族は最も古い日本原住民の子孫だからだ。しかしあの少年は菊池一族とは違うんだろう。なぜ奴に成功が現れたんだ。武士の父の家は我々とは別系統で、武蔵にいた古代人の子孫なんだ。それに母親もな。それじゃあ奴が後継者なのか。わからん。だが手がかりはある。まずこれだ。武士のポケットに入ってたんだ。麻生さん、あんたの専門だろう。調べてくれ。どこへ行くんですか。君に見せたいものがある。僕、家に帰らないと。母さんが心配してるから。お母さんへは私から連絡しておいた。心配することはない。母さんを知ってるんですか。お母さんから私のことは何も聞いてないのか。まあ、そのうち話してやる。出雲で消えた君は自分でも知らぬ間に九州に現れ、この巨石の上に寝ていた。何も覚えてないか。ええ。まあいい。もう一つ見せたいものがある。すぐそこだ。竹原古墳。6世紀の装飾古墳だ。この諏訪神社の境内にある。諏訪？ここは信濃の諏訪大社の分社さ。君が諏訪から出雲を通ってここへ現れたのも偶然じゃないというわけだ。残念ながら石室へは入れないんだ。ここから覗いてみたまえ。俺は初めてあの馬の絵を見たとき、これこそが雨の淵駒だと思った。あの全身の赤いまだらを見てみろ。我が菊池家にも雨の淵駒と呼ばれる石の馬が伝わっている。その石馬は菊池家の祖神スサノオノミコトが高間ヶ原で川を這いで旗屋に投げ込んだ天馬を掘ったものだとされている。昨日九州へ戻った時もなぜか無性にこの絵が見たくなって竹原へ寄ったんだ。そこで君を見つけたのだから、これも菊池家の石馬の導きかもしれない。来い、早く来い、印を受けに来い。たけし、おい、たけし、どうした。
ん？どうしたんだ？あれは無誘状態だ。大太は菊池彦様のところへ行ってくれ。僕はたけしの後をつける。菊池彦様、菊池彦様、何があったんです？わからん。たけしが出ていくので止めようとしたら気を失った。おい、たけしはどうした？今ハヤトがつけてます。そうか。僕は電車に乗っているらしいな。一体どこへ行くんだろう。たけしのやつ、もうこの国崎半島の山の中をずいぶん歩き回ったみたいだけど、催眠状態っていうのはいくら歩いても疲れないのかな。私はブラフマンのしもべであり、暗黒神スサノオの使いだ。たけし、決心はついたか。決心はついたか。あの古墳は選ばれた者のみを通すための道しるべ。選ばれた者こそは大いなる力を得る。大きな力、僕にどんな力をくれるっていうんだ。決心したようだ。それでいいよ。お前はアートマンだ。アートマン？お前は宇宙の根源ブラフマンと結びつき、天輪女王となる。そしてやがて暗黒を司る神スサノオに会うだろう。だがまだその時ではない。お前はこれから全部で8つの刻印を受けねばならん。8つの聖刻が揃ったとき、お前の運命は成就する。すでに諏訪と出雲で2つ、これが3つ目だ。あ、たけし。君は菊池の家で待機してろと言ったはずだぞ。なぜこんな山の中までついてきたんだ。菊池一族の一人として参加する権利があるわ。
大賀家の利益を守るためにもね。あそこだ。菊池彦様。隼人、武は。それが連絡のために目を離した隙にいなくなってしまったんです。すいません。まあいい、遠くへは行っていまい。手分けして探すんだ。えい。おや、行き倒れじゃと。はい、本堂に寝かせておきました。どれ、そういえば今年もそろそろ手書きへの時期だな。はい、もうすぐ比叡山から時空阿闍梨様が下見においでになります。その時くらいシラフでいてくださいませよ。うるさいわい。お、ガキどもだ。今頃急にどうしたことだ。あそこに掘ってある梵字が気になるな。梵字？あれは仏の名前を梵語の一字で省略して表したものだ。左のは夜叉を意味する夜、その次は孔雀明を表す魔、右の方は他、それから意と呼んで帝釈天を表している。それがどうかしたの？並べて読んでみろ。やまたい。目が覚めたか坊主。この仏様か、ご本尊の馬頭観音様さ。脇地が日光と月光の菩薩様だよ。馬頭観音、畜生道やガキ道に落ちた人間を救ってくれる仏様じゃ。頭に馬の首がついてるじゃろ。日光月光菩薩って普通は薬師如来の脇地でしょ。さよう、変な組み合わせじゃろう。この裏の山中には奥の院といって、岩に掘った馬頭観音様がいらっしゃるが、これはもう完全に馬の首をしていらっしゃる。もともとインドのビシヌ人の化身が仏教に取り入れられたものだったんじゃな。ここが邪馬台国。菊池彦、何を考えてるの？二つの石仏がこっちを見ている。え？今度は三つの石仏がこっちを見つめている。お、ここだ。四つの石仏の視線は確かにここに集中しているぞ。この庚申塔だ。この瀬垣寺は伝教大師様自らガキ供養のために開かれた寺でな、普段は寂れとるが、毎年正月と盆には瀬垣会という法会を行うのじゃ。比叡山から大勢の僧が来てな、本土で度胸をする。お前さんを見てるとどうも不安じゃ。ガキどもに見込まれたようでの。ほう、比叡山から参られましたか。実は国崎六号さんの瀬垣寺という寺に用があるのです。わしもご一緒してもよろしいですかな。どうぞどうぞ。わしは宇佐八幡の九郎神社に参拝したところでしてな。九郎神社、あそこは竹氏内の宿根を祀ったところですな。さよう、竹氏内の宿根は不思議な人物です。4世紀から5世紀にかけて6人の天皇に仕え300年も生きたと言われる。
さらに三世紀の卑弥呼にも仕えておったらしい。ほう。その時の彼の役目は巫女を通じて神の言葉を伝えるもの、いわば神と人間の仲介者といえましょう。及ばずながらこのわしも神と人間の仲介者になりたいと思っております。見ざる聞かざる言わざるか。孔信党の秘密は自分で探せというわけか。待てよ、この馬の目は空洞だな。指が何かに引っかかる。ほう、天の岩戸か。隼人さん、この寺だ。確かにいますぜ。よし、見張っててくれ。菊池彦様を呼んでくる。こいつは諏訪の洞窟とそっくりだな。俺は10年前、甲賀三郎の人穴というのに入ったことがあるが。本当にここが邪馬台国だったの？そういえば、邪馬台国は3世紀末に突如として歴史から消えてしまったわ。なぜかしら。諏訪の地底国と同じに何かが起こって邪馬台国は滅びたんだ。一瞬のうちにな。この辺りには出雲の山田のオロチ伝説とそっくりなオロチ伝説があるんだ。つまり古代に大災害があったことが示されている。卑弥呼が祀っていた鬼神というのはおそらく暗黒神スサノオだったに違いない。そして卑弥呼は棺は空だわ。そして卑弥呼はどうなったの？煙のように消えてしまったの？印鑑のようだ。半分欠けてるが真偽と読めるぞ。魏志倭人伝の記述にあったな。真偽倭王卑弥呼に御事のりす。今何時をもって真偽倭王となし金印指示を課す。これは卑弥呼が中国の魏からもらった金印に違いない。菊池彦、ちょっとこれを見て。棺の蓋に何か書いてあるわ。信頼文字だな。読めるか。女王卑弥呼、金印を持って暗黒神に仕え、近江も日にて不老不死を追う。不老不死。他の二つの棺も開けてみろ。多分弟の王と僧女豊の墓だ。全部空だ。いや、初めから空だったんだ。卑弥呼も豊も誰一人死ななかったんだ。これね。え？不老不死の秘宝。あなたが菊池一族を集めて探し回っているのはこれだったんでしょ。バカな。俺はそんなものに興味はない。その秘宝とやらが分かったら権利は君に譲ってやるよ。その代わり俺はこの金印をもらう。いいわ。菊池彦様、菊池彦様。どうした隼人？あ、菊池彦様、たけしが見つかりました。そうか。私はもう少し調べるわ。誰かここにいた方がいいでしょ。好きなようにしろ。瀬垣寺という寺です。今大体のやつが見張ってます。おお、寺が見えてまいりました。もうじきですじゃ。大体、大体、うわっ。彦様、どうしたんでしょう。
さっきまではこんなじゃなかった。このあれ方はどうしたことじゃ。菊池彦、出雲で死に損なったじいさんか。竹内とか言ったな。菊池彦、この穴は何じゃ。こっちが聞きたいくらいだ。わしが説明いたぞ。この穴にはいつの頃からかわからぬがガキが閉じ込めてあったのです。ガキ、地獄とかの亡者のことか。さよう。その本当の正体はわからぬが、天台宗の秘密事報でこの寺に沈めておりました。そこにいる馬頭観音の功徳で瀬垣家を行っている間はこんなことは起こらなかったのじゃが。ん？おう。ですよ、しょ。まさにあの岩倉にあった名文の通りじゃ。神話も大悪にして血を好み、羅号は災害を呼ぶ。菊池彦様、たけしもまさかそのガキどもに。いや、そんなことはあるまい。どうします、またあの岩屋へ戻りますか。し、岩屋だと。菊池彦、それはもしや邪馬台国の。何、貴様邪馬台国のことを知っているのか。あれを見つけたのか。まさか、まさか泉には手をつけなかったじゃろうな。不老不死を縁とする者、この泉に全身を浸すべし。不老不死の秘宝。この私がいつまでも若いままで永遠に生きる。泉に、あの泉に手をつけてはいかんのじゃ。不老不死だと。違いないわ。大変な秘宝じゃ。昔邪馬台国が滅びた時、卑弥呼と側近たちは死から逃れるために禁じられた秘宝を使ったのじゃ。ことじゃ、卑弥呼は結局身を滅ぼしたのじゃからな。菊池彦にばかり投手面をさせておくものか。邪馬台国の遺産はこの私が。遅かったか。なんだこれは。お前が知っていた女じゃよ。いや、女だったものじゃ。これが時空商人の話していたガキじゃよ。大神や、この化け物が。人間の弱い肉体で不老不死など不可能なことだとは思わんかね。肉体組織の構造を細胞そのものから変えてしまわねばならんのじゃ。だがそうなったらそれはもう人間ではない。見ろ、もはや人間の心もなく、理性も思考能力もなくしてしまって。卑弥呼らもこのような姿に変わり果て、千数百年間瀬垣寺に閉じ込められておったのじゃ。お前にふさわしいところへ行け。見たか、お前もあまり首を突っ込まん方がいいぞ。待て、なぜそんな風にいろいろと知っている。この岩屋は元通りしっかり塞いでおくことじゃな。誰もが覗かんように。待てと言うんだ。
貴様何者だ。なぜ俺の周りをうろうろするんだ。聞け菊池彦、お前の好きなようにやってみるがよい。だがな、ブラフマンが暗黒神サノーはお前などが自由にできるようなそんなちっぽけなものではないのだ。ブラフマンに近づくことができるのはあの少年だけなのじゃ。くそ、年寄りのくせになんて力だ。ブラフマンに近づくことができるのはあの少年だけだろうじゃ。少年だけだろうじゃ。古代インドのバラモン教の哲学では、ブラフマンとは宇宙を動かす最高原理であり、唯一真実の絶対者であるという。またアートマンとは人間の心の奥の自我を示すという。仏伝によれば、釈迦が誕生した時、全世界を支配する天輪女王となるか、人々を救うブッダとなるか、どちらかであろうと予言されている。釈迦に説法を進めたのは梵天ブラフマンであるという。アートマンとブラフマンが一体となった状態を
凡が一如といい、その境地に達した者がブッダ、真理に目覚めた者である。釈迦の後アートマンとなり、世界の運命を決定する者として弥勒が予定されているというが。大阪府羽曳野市に白鳥寮という前方後円墳があるが、その朝この古墳に一大異変が起こっていた。一夜にしてその後円部が無残に掘り返されていたのである。やっぱり普通じゃないですよ。人間技とは思えない。たけしだな。たけしが大分から船に乗って大阪へ向かったことまでは分かってる。ガキどもは人知れず海の中でも行かせたんだろう。たけしがガキどもを操ってるということですか。アートマンだからな。竹の内街道。その頃、ここ比叡山延暦寺では何、羅豪が現れるかもしれないと申されますか。はい、その少年がいた岩倉に真と羅豪の文字が彫られてありました。羅豪とは救養教の供養の一つであるが、その正体は不明で経典でもはっきり記されていない。しかし一説によると、日月の光を遮る力があり、普段は隠れているが現れると災害があるとされている強制である。わしは今までアートマンが出現するのはもっとずっと未来かと思っておったが、その少年がブッダの道を選べばよいが、もし天輪女王を選べば。しかしまずはガキ長軍が先、馬頭観音はこちらへ運ばせました。千百年ぶりに瀬垣だらにを使うことになりましょう。だがそれにはガキどもの居場所が。よろしい、それは任せなさい。いいか、たけしはこの竹の内街道を東に行ったはずだ。飛鳥から奈良にかけて網を張る。昼間ともなればガキどもは嫌でも目につく。菊池一族の総力を挙げて追い詰めるんだ。どうした隼人、何か見つけたか。足跡だ。人でも獣でもない奴らだ。割と新しい、手分けして探そう。よし、よし。竹内だ。なぜここに。菊池彦、たけしはガキどもを使って白鳥寮から何かを掘り出した。それは何なんだ。決まっている。
こいつの片割れさ。邪馬台国の金印か。だがなぜ半分なんだ。それは知らんが、卑弥呼からその半分を奪ったものがあるなら、邪馬台国と戦争していたクナ国に違いない。クナとはクマソのことであり、白鳥領はヤマトタケルの墓だ。そしてヤマトタケルは4世紀にクマソを討伐した英雄だ。邪馬台国、クナ国、クマソ、ヤマトタケルと一本の線でつなげる。ヤマトタケルが最終的に金印の半分を手に入れたんだ。金印をめぐって血みどろの奪い合いだな。日本の王の印だからというわけかな。それもある。だがそれだけじゃあるまい。松田の岩船。ここから山沿いに北へ向かったようです。尾形兄弟が追っています。よし、手分けして三輪山から桜井にかけて固めろ。おい日野、先回りして天理市へ行け。不思議な爺さんだ。どうしてこういろいろな秘密を知ってるんだろう。石舞台では何をしていたんだろう。石舞台は蘇我馬子の墓だったな。竹の内街道も馬子が作ったものだ。竹の内。蘇我氏の祖先というのは確か竹氏内の宿根。静粛図。天武天皇が作った天文台だというのは本当なのか。古代の天文博士や陰陽師はこの台の上で星を観測して、この内部で占星をし、暦を作ったんだ。もうじきまたこれが必要になるかもしれんな。菊池彦、何を考えてる。どうにも引っかかることがあるんだ。国先の瀬垣寺、あそこの馬頭観音がスサノオと何か関係がある。いや、スサノオそのものかもしれん。うん？いいか、スサノオはアマテラスとツクヨミの弟なんだ。ところがあの観音は日光学校菩薩を脇陣にしていた。古事記によると、イザナギが黄泉の国を脱出してみそぎをした時に生まれたのがアマテラス、ツクヨミ、スサノオの三鬼神である。アマテラスは高間ヶ原を、ツクヨミは夜の国を治め、それぞれ太陽と月の神格化である。わからん。なぜ馬頭観音なんだ。スサノオの正体は何なんだ。菊池彦様、三郎が見つけました。今追っています。あんたに預かったこの紙片の絵、俺は密教の儀器にある仏像らしい。宿陽教でいう供養のうち羅号というものに似ているな。羅号？はっきりとは分からんが、
災害の前兆という星を抽象的に表したものだ。もっとも頭上の蛇は普通9匹なのだが。密教の宿養教はインド起源の占星術であり、空海、円仁、円珍らによって日本にもたらされた。全天の星座を28宿に分け、そのうち神宿オリオンは悪害、猛悪の性格を持つとされる。これらの星を祀ることを星宿というが、その時神に備える食品は血であるという。尾形、サブローはどこだ？こんなにまでしてなぜたけしを追うんだ。そんなに値打ちのあるものなのか。いいか、本当なら俺が成婚を受けるはずだったんだ。この俺がアートマンにだ。よしてくれ、あんたには後継者になる資格なんざなかったのさ。何？ああ、俺だ。何？京都？亀岡を過ぎた。野瀬山地の方へ行く。どうも、妙見山に向かっているようだ。妙見山？妙見山だと？妙見というと星の神のことだぞ。うまく包囲しろ。今度こそ逃がさんぞ。妙見やで、どのあたりなんや？このあたりに道祖神があるでしょ。道祖神あるとしたら旧道の方やろな。おれ、その上の方や。この切り通しができる前はこの上を旧道が通っておったな。なんやこの車、道塞いで。白鳥寮から何を掘り出したんだ。さあ、渡してもらおう。やっぱりな。俺のと合わせて真偽和を。この道祖神は羅号だ。こいつも両手に太陽と月だ。スサノオ。サノオだと？これがスサノオだと？金印はこの石像を呼び出すためのものだったのか。
記録が開いた。済んだか。あとはここに新しい背書き地を建てればよし。時空アジャリ、どうしてここに。菊池彦、まるで地獄の豪華を引きずって生きてるようじゃ。諏訪で右肩、出雲で右膝、邪馬台国では左足、そして飛鳥なら京都で腰に3つ、これで6つ、あと2つ。大和たけるの命、ほとほとに欺かえぬと乗りたまいて、ことごとにそのあた人を焼きて滅ぼしたまいき、彼そこに名付けて焼きつという。菊池彦様、何度も連絡しようと思ったんですが。隼人、無事だったか。無事と言いますと。菊池一族は壊滅だ。俺とお前と次郎だけだ。今どこだ。よりがみ信仰といってな、伊豆や駿河の浜に海の彼方からより来る神の信仰がある。より来る神は石によりつき、そして石は祀られる。まあこの祠の中を見るがいい。石だ、石の卵。お石様とか神石とか言われている。ここの御神体じゃ。なぜ石を祀るのか、その元の意味は忘れられてしまっても、今でもこうして信仰されておる。日本領域に卵から女が生まれた話が載っている。かぐや姫も元来は竹からではなく卵から生まれた話だったらしい。また大和たけるの子、竹貝の巫女の名も乱世説話の名残ではないかという。皆卵から現れた人間を見た人々が伝えた伝説じゃ。失敗じゃ。全部失敗じゃ。古代日本に何度か恐ろしい異変があって、多くの人々が死んだ。その時生き延びる方法が2つあった。卑弥呼らの使った不老不死、そしてこの石の卵による人工冬眠じゃった。人工冬眠。わしは竹氏うちの宿根じゃ。わしもこの方法で今日まで生きてきた。わしの役目は歴史の証人、神の言葉を伝えるものとなることじゃ。卑弥呼に仕え、景行天皇に仕え、王人に仕え、時には蘇我馬子を名乗り、また安倍晴明と名乗り、
135歳生きたと言われている天海僧正もわしじゃ。これでいいのかもしれぬ。1600年前の人間を現代によみがえらせても、これはお前をここに連れてきたのもこの女性に会わせたかったからなのだが。やはりそうか。わしは慶光天皇に仕えていた頃、お前とそっくりな若者に会った。その方は大和たけるといい、やはり八つの蛇の精魂を持ち、草薙の剣を手にしておられた。その方はわしにこう言われた。私は1600年後に復活する。宿根と再会するのを楽しみにしている。私です、夫橘です。タケル様、タケル様、私は も哀れなお方じゃ。もしもし、大和です。もしもし。和彦。そうだよ姉さん、これからたけしが家に帰る。すぐ例のものを持って井の頭公園に来てくれ。待って、和彦、あの子をこれ以上あの子と関わらないで。姉さん、時が来たんだ。馬頭観音と羅宮が同じものを別々の名前で呼んだものだとすると、雨の淵駒など馬が関係し、時には馬の姿で、また時にはこのような暗号でも示される。まさに暗号だ。八匹の蛇がたけしの八つの精魂を表すのはわかるが、この三つの顔は何だ。
母さん、母さん、尾形、菊池彦はどこだ。俺はもう菊池彦とは関係ない。大したもんだぜ菊池彦は。いや、菊池家そのものがそうだ。ライバルの家系に奴の姉を嫁入りさせるくらいだからな。知らなかったのか、お前のおふくろと菊池彦は兄弟なんだぜ。思い出した、あの時横にいた。そうよ、10年前お前の親父を殺したのは菊池彦さ。悠久の昔、暗黒神を祀る民族が古代日本にいた。その後その神の怒りに触れ、ほとんどの者が死に絶えたが、一握りの人々は生き残った。その一族はやがて選ばれし者が子孫から現れるという家伝をそれぞれ伝えたが、それは武蔵の大和家、九州の菊池家、特に菊池家で顕著だった。そして10年前、当時15歳だった菊池和彦は、少年ながら時代の菊池家当主としての自負と野心は人一倍強く、武志の父を殺すことによって、アートマンの資格は自分の方へ来るだろうと思ったのだが、その時にはな、お前のおふくろも、うっ、ブラフマン、僕に力をくれ、菊池彦を殺せる力を。三つの顔、三つの巨石、三鬼神、三種の神器、国先の行進島にも馬頭神と三猿と一月と、三は何を表すんだ。そういえば、たけしは飛鳥、奈良、京都3カ所で成功を受けた。そして焼津、焼津、たけしが導かれた場所は諏訪、出雲、九州、焼津、武蔵野、そして大和たけるの熊襲征伐のルートが、もしや大和たけるもアートマンでは。姉さん、菊池彦、成婚が揃ったのか。三種の神器、その印、俺が。
菊池彦様。消えた。よく来た、ヤマトタケル。僕はヤマトタケルなんかじゃないぞ。お前はヤマトタケルであり、アートマンである。お前とヤマトタケルは別々の時空間に同時に存在する同じ一人の人間である。お前は八つの聖痕を受け、我が存在に呼びかけた。来るがよい。今こそ全ての秘密を明かし、スサノオに会わせよう。与えられた力、スサノオだ。あれが菊池彦様。菊池、神話の通りじゃな。ヤマトタケルは女の姿を借りてクマソを殺す。菊池彦様も尾形も王賀も一体何を求め、何のために死んでいったんだ。アートマンって、スサノオって、タケシはどこへ行ったんだ。いいだろう、教えよう。シンは猛悪にして血を好み、ラゴーは災害を呼ぶ。この宿妖教の言葉に全ての秘密がある。タケシが受けた聖痕は武蔵野が額、諏訪で右肩、焼津で左肩、京都、奈良、飛鳥で腰に3つ、出雲で右膝、そして国東で左足首。この8つの地点を結んで何か気づかんか。オリオン座に似とらんかね。神とは古代オリオンの三つ星を指す言葉じゃ。藤原京、平城京、平安京、これらはオリオンの三つ星をかたどって造営されたのじゃ。馬頭観音の三つの顔と八本の腕、竹原古墳の近くにあった岩倉、そして宇佐神宮の奥宮にも三つの巨石があるという。神社によく使われる三つどもえも三つ星を表したものじゃ。古事記にはイザナギは三鬼神を生むに先立って、底筒の王、中筒の王、上筒の王という三神を生んだが、これはオリオンの三つ星を指すという。神話の時代にまずオリオン、続いてアマテラス、太陽と月読、月が生まれたのじゃから、一緒に生まれたスサノオも何かの天体現象だとわかるじゃろ。京都近くの山中に現れたスサノオ像、オリオンで言えばアロニターのすぐ近くじゃな。その位置には馬の首暗黒星雲があるのじゃ。近づいたので活動を始めた。
この暗黒星雲は生きているのだ。2000年以上昔、暗黒星雲は地球のすぐそばにいたのだ。太陽を飲み込む、月を覆い、その巨大な力は地球のバランスを崩し、大津波を起こし、暗黒と寒さの中で大暴風雨が何日も荒れ狂った。左脳の御事は青山を枯らし、大地を揺り動かして高間ヶ原に登り、田畑を荒らし、家を壊して乱暴の限りを尽くす。ついにはアマテラスのいる旗屋の中に雨の淵駒の生川を這いで投げ込んだので、アマテラスは天の岩戸に隠れ、地上は暗黒に覆われ、夜ばかりが何日も続いて、よろずの災いが起こったと古事記にある。これが天の岩戸伝説、暗黒星雲が引き起こした天変地異を伝えたものじゃろう。邪馬台国の女王卑弥呼は金銀の呪力で左脳を支配しようとしたが、それは暗黒神を荒れ狂わせ、邪馬台国の滅亡を招いただけだった。所詮アートマンでなければ金銀の力を借りようと暗黒星雲を操ることはできんのじゃ。そのため古代の人々はアートマンを恐れ崇めた。時にはヤマタノオロチのような怪物として、時には神馬に乗った天輪女王や英雄として、時には人々を救うブッダとして。ブッダ、釈迦も無論アートマンじゃ。釈迦から弥勒に至るアートマンの系譜にヤマトタケル、お前が現れたのが1600年前、そしてお前は暗黒星雲をここまで遠ざけて地球を救い、別の時空間でもう一度私に会うことを約束した。時は来た。さあ決断を下す時だ。馬は古くからインド、ギリシャをはじめ世界中で神聖視されていたらしい。日本でも馬の封建は古くからあった。エリアーデという学者は馬は宇宙と同一視されたとまで言っとる。ご老体、お待ちしておりました。おう、お前と共にこの暗黒星雲は宇宙のどこへでも行くであろう。地球というちっぽけな星の支配者に収まるか、あるいは地球を遠く離れて宇宙の秘密を覗いてみるか。時間も空間もお前の前に開かれるであろう。金剛界マンダラは時間理論の秘密を、太蔵界マンダラは空間の構造と原理を神秘的な図法で解き明かしたものである。つぶり企業税法は葬儀工場在上流潜入用小入小収容権工人来か、諸行人が指導安南天人上十万万里諸道学修十五小門法十多計家修行所有だ。少年逆転部上佐修儀が不満だら計算物有大衆が上等無事に集権小人を不祥品の無事をして不満で招待よいやも因縁かは葬儀五分門三本の小無職。天体写真の馬頭星雲と違う。当たり前じゃ、地球から千光年も離れとる。これは今現在の馬頭星雲じゃ。僕が呼びかけたのはただ菊池彦が憎かったからだ。僕にはこんなもの必要ないんだ。こんなもの押し付けないでよ。押し付けているのではない。これはお前が望み、お前が私に呼びかけた、お前の意志なのだ。私は命令するものでなく永遠に存在する原理である、宇宙そのものなのだ。僕は地球へ帰りたい。でも、そしたら地球は無償無料
寿命無心興奮心を聖徳尿等打ち者もっと師匠儀登壇療養人物文字不公尿以前こいつは巨大な生物だと聞いたことが雨の淵駒だ、うん、まっすぐ地球へ向かってくるかもしれんぞこれは、うん、いかん彼女の彼方を覗くなどわしにしても初めてやはり不遜じゃった真っ二つになったマンダラの一部にはまだ光の余韻が残っていたがオリオンが西の空に沈むとともにそれも消えた行ってしまうのか、竹内さん。もうこの時代ではわしのすることもないじゃろう。もうお前とも会うことはあるまい、ヤマトタケル様とも。暗黒星雲は地球に向かってくるんだろうか。さあな。あの時マンダラの中でいつまでも光っていた仏があったじゃろう。あれは弥勒じゃ。弥勒？ヤマトタケル様は死後白鳥となって西の空へ飛び去ったという。弥勒が待つという屠卒天へ行ったのかもしれん弥勒56億7千万年後に現れて世を救うという弥勒誰もいなくなってしまった菊池彦様も大賀も尾形も竹内老人も竹島